スタートしました。ちょっとバラッとしたスタート。さあ先行争いです。まずは2番のビバクラウンがいいスタート、コーナーワーク先頭に立ちます。5番のファインデイ、さらに10番のディーファンクス、スーッと上がっていって、さあ先頭に変わります。さらには12番のスターチョウさんも先段に並んでいって、これから向こう正面、10番ディーファンクス、12番のスターチョウさん、2頭が並んで向こう正面です。3番手に11番のフィンガーズクロスがつけて、半馬身走14番ベルダージ、あとは1馬身差、内から2番のビバクラウン、外に13番エリカサファイア、間5番のファインデイト、ここは固まっています。それから2馬身差、中段外目に上がっていく7番のモスクロッサー、それから半馬身6番トラストボス、直後には4番レトロタイプ、さらに8番のヤルダバウト、間から1番のマーシャルポイント、あとは2馬身後方2頭、9番デュラグリーン、最後方2馬身差、3番ジャンドルという体型。各馬3コーナーのカーブへと入っていきます。10番ディーファンクス先頭ですが、体半分から首ぐらい 1000m を通過、その外から12番のスターチョウさん、あとは1馬身半、うちに11番のフィンガーズクロス、半馬身外14番ベルダージ4番手、それから2馬身差、その後ろに5番のファインデイの追走、外に並ぶのが13番のエリカサファイア、そしてその後ろには内から2番のビバクラウンが行って、さらに6番トラストボス、7番のモスクロッサーと固まって、その直後に1番のマーシャルポイント、第4コーナーのカーブに入っています。600を切って先頭10番ディーファンクス直線コースに入ります。12番のスターチョウさんが並んでいく、さらにはその外から14番のベルダージと13番エリカサファイア、横に広がってきた、さらにその外に出して1番のマーシャルポイントと1番スは7番のモスクロッサー、坂を駆け上がってくる先頭14番ベルダージ、大外から7番のモスクロッサーと1番マーシャルポイント、さらにはトラストボスも突っ込んでくる。さあ先頭は200を通過して、1番のマーシャルポイントが立った。2番手争い、7番のモスクロッサートラストボス、内田14番ベルダージュ激戦、それにルラグリーも突っ込んできた、マーシャルポイントゴールイン、2番手はトラストボス。3番